大阪中崎町の昭和レトロのお店と出会いました。グリーンペッペさん、レトロのアクセサリーやアレル着物に合うアイテムがたくさんありました。小物が可愛い。アクセサリーだけじゃなくて昭和な家電や家具もレトロ可愛いが止まりません。お洋服や小物たちは中原淳一先生の絵に出てくる女の子みたいで、とってもロマンチックで素敵でした。だって昭和生まれなんで普通にグッときます。懐かしい郷愁のアイテム、レトロ流行りですけど、同世代の仲間もぜひ行ってみてください。